あのほぼ試合で1本も使わないんですよ。こっちなんですけど、こんにちは。今回はですね、なんとプロ卓球選手の吉村真晴選手にコラボをお願いして、やらせてもらってます。お願いします。お願いします。まあ、つい先ほど本当の意味でのガチ試合、そうですね。結構ガチ真の真のガチ試合をしていただいて、吉村さんのガチを体感したところで、その試合は吉村さんのチャンネルの方からぜひ見ていただきたいんですけど。その中で吉村さんが僕に対して思った課題みたいなところを直してもらっていく企画をちょっとやらせてもらってまして、正直言うと試合の中身だけで言うと僕の課題が出る前に吉村さんが凄まじすぎてあれなんですけど、まあ、その中でも吉村さんが思ったことをちょっとこう教えていただけたらと思うんですけど、もうやっちゃいますか。じゃあ早速、はい、コートに入ってやっていきたいなと思います。はい、お願いします。お願いします。そっちをちょっと開花してほしいの。36歳にしてイケイケに、はい、新しい木崎さん、はい、ぜひ。やっぱりこうサーブ3球目、まあ、5球目ってところの質が大切だと思うんですけど、まあ、僕もよく言われるんですけど、サーブを出してフォア前半面くらいストップ、もしくはバックに長いレシーブに対して3球目をしっかり打つっていう練習なんですけど、それを徹底的にやるっていうのはすごい大切かなと思ってます。なんで実際にちょっと一回やっていただきたいな。まあ、サービスはどこでもいいです。バック前でもいいですし、フォア前でもいいですし、フリックいけるときはフォア前に対してはフリックいく。もし難しかったらダブルストックか、まあ、ちょっとさっき裏でね、ヒルストックみたいな感じで台上やってたんですけど、その台上を意識しながら打球点、ストップなのか好きなので、バックに対してはバックのボールドライブ。バックドライブそうですね。やっぱこの最初からフォアで行ってしまうと、フォア前も遠くなってしまいますし、大きく動いた分、自分も大きくなっちゃう。あとバックドライブでしっかり。なんか、ピンポイントあるところでよくなんかこう、言ってください。ピンポイント、はい。厳しいですよ。厳しいですよ。中心で待ってしまうと、今みたいに台上の時遠くなってしまったら、基本的にサーブ、今下っぽいを出してるなって思った場合は台上中心で待ちつつ、長いボールを下ラグチっていうんですけど、それが縦回転系、ちょっと横下系出して長いの待ってしまうと、距離感取りすぎて遠くなってしまうので、下回転系出したなと思ったら、ある程度台上、まあ、7割、6割ぐらい、6、7割ぐらい待っといて、長く来た方に対してしっかりケアして、バックドライブのところで上にこう落ちちゃってるんで、握る限りサーブ出して強く打てなくてもいいんで、前にこう伸びちゃってるんで、そうすると相手のボールが深かったり切れてると、自分でなかなか回転かけれなくてヘッドミスだったりとか振り切れないとか、しっかりと打つっていう、もうちょっと前傾したいですね。このまま多分左足の感じになったんです。左足、はい、
大切になってくる試合で、やっぱフォア前のボールに対してダブルステップだったり、突き合ったり、フリック、あとここに来たボールに対して打球点高くしっかりと打って連続攻撃につなげるのがポイントになるので、しっかり意識してもらえたら、多分バックサイドから強く打つって多分感覚が多分今ないと思うんですよ。ですよね。こっちなんですけど、できるかできないかは別として、はいはい、まず強化心はやっていただきたいというと、バックライが力を使うように体が回るんですよ。攻撃を引くってのはすごい大事、はいはい、こうやると体が回るんですよ。人前で出すんですよ。そうです、まあ、人前で、はい、やばいっす。びっくりしたな。びっくりした。やばい。やばい。半信半疑でやったんですけど。やばい。びっくりしました。あ、でも、なんか、回そうっていう感じじゃなくて、軌道すぎても回る。そっちもそうだし、体が回るって面白いと思うんですよ。ループもっと行くときもそれっぽくする。ループとかでもこうやって構えて、はい、あここの判断でだからそのこう引くしかへんの判断はクリスタル決めるのかな、まあ、時間があるときは引いてもいいし、でもある程度ここが回してくると緊張してくると思う。そう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 、こういうときにシュッと回してくると体が回ってくるんでいいんじゃないでしょうか。あ、でも、ルートは結構体回る。体回ると、はい、回転かけれるんで、頭がめっちゃ回る。前、確かにこう、こうなんか、ちょっと腰みたいな感じで上げたんですけど。こうやって打つっていうのは、ああ、みたいな。
引いたら勝手にこうなるんです。ああああこれがめちゃめちゃいい。マジで変わった。マジで変わってると思う。変われますね。変われますね。あただそのまだ勝ち込めるかは置いといて、全部取り込めそうな。ルーツの全然ルーツ。それがこうなっちゃうと引けないんですけど、引くと手が持ち上がってくる。だから、それで引きそう。誰が本気してたけど、そう、鍵みたいな。ゆっくり自分で考えてみて、ゆっくり強く打つって簡単だ。ピッてやりながら、やばい、やばいっすね。やばいっすね。はい。ラスト。はい。高いんちゃうかみたいな風に言ってる人を全員に違うでって言う、はい、聞いた？え？違うからね。ちゃんとやっぱこう体の使い方とかがやっぱある程度できてくれば、ある程度もっともっと進化できる部分です。そこから先はフィジカルの部分であったりとかプラスアルファの部分で差は出てくるんでしょうけど、はい、なんかこうスタイル使えへんぐらいのところまではある程度やっぱ体の使い方の理解があればできるんやなっていうのが、はい、今日証明されました。いやマジで全然違うっすよ。全然違うっていうか、僕ほぼ試合で1本も使わないんですよ。入る気次第に、はい、入ってもバーンってやるだけやから、そうやったらもう次でいいやん。打線とか回ってループした方がマシだと思うんですけど、はい、今のやったら使いたいっすよ。いや全然使えます。なるだけ 9.3 球目とかできたら相手もポンって返して、そしたら次またチャンスもあるんですね。今の3球目覚えて、そしたら次もう1本バック行きなものを、次もう1回バックドライブなのか、うん、フォアドライブなのかで、5球目につなげるとか、これでもいいし、これでもいいし、いっぱいあるんですよ。はい、なので、そういうなんか攻める岩城さんっていうのを、新たに、はい、もう、多分、また見てください。はい。はい、またいつでも、はい、お願いします。いやー、すげえ一日やった。してよかった。ありがとうございました。ありがとうございました。もう、僕をこんなに変えてくれた、まはるさんのチャンネルも、応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。